スナフルです。今回はゴールデンウィークね、検証していたゴールデンウィークに新宿で Uber Eats をやったらいくら稼げるのかっていうものの最終結果発表をしていきたいと思います。それじゃあまず自分の Uber Eats を稼働した基本情報をね、紹介していきたいと思います。まずね、自分の場合の稼働した時間帯、これは、ランチタイムのねピーク時間を狙いました。まあ、具体的に言うと午前中の11時から午後の、まあ、3時4時ぐらいまでですね。ピークを過ぎてちょっと足出るぐらい、でこの時間帯を選択した理由としては、まあ、自分の生活スタイル的にもそうなんですけど、あくまでね専業を狙う Uber Eats だけで生きていこうっていう感じではなくて、あくまで副業をねとして、毎日で無理なく続けられる時間帯として、この時間帯を選択しました。で次にこの Uber Eats をやった場所、やった場所としては新宿の歌舞伎町を中心に動いてきました。でちなみになんですけど、自分の場合はこのね配達エリア内、新宿近辺に住んでいないので、新宿までね通勤をしました。で次に使った乗り物、これはレンタルのね、自転車を使いました。で最後に初期投資、まあ最初にかかる経費ですね。でこれが10日間のうちね1日雨で潰れてしまって稼働できなかった、ものを除いて9日間分の、往復の交通費が約6000円、あとは備品系なんですけど、自転車にスマホをつけるやつ、これも自分ちょっとね1回紛失してしまったので、2つ分なんですけど約2000円、あとは自転車のレンタル代、これが約5000円で、最後にバッグの中にねさらに料理を固定するものが必要なんですけど、それね100均で揃えたので約300円、これら合計して13,300円始めるのにかかりました。ということで次はいよいよ10日間のね検証結果を発表していきたいと思います。まず自分のね稼働日数としては8日間となりました。まずね1日は雨で稼働できず、あともう1日は新宿まで行って稼働しようと思ったんだけど、オンラインにしてもずっとならなかったということで断念した。この2日が稼働できなかったということになりました。次にオンライン時間、このオンライン時間っていうのは、まあ、あくまで表面上の数字で、例えばねよくあるんですけど、遠くまで行った時に、まあ、自分の場合は中心部に戻ってきてます。でその戻ってくる間にオフラインにして戻ってきてるので、そういう時間とか細かい時間は含まれません。でこの時間っていうのが約20時間でした。ということで1日約 2.5 時間働いてたということですね。これはね実質3時間ちょいぐらいから4時間ぐらい、まあ働いてました。次に配達数、配達数は43回でした。これは計算すると約1日に5回ぐらい配達したということですね。そしていよいよ、稼いだ金額です。この稼いだ金額はというと、稼いだ金額は22,117円でした。でこれをねちょっと計算してみると、1日に約2,800円で、1配達約500円で、やっていたということになりました。でですね、次が一番大事です。自分のね利益はどのぐらいになったのかっていうことですね。この稼いだ額から初期費用を引いた額、さていくらになったでしょうか。この額なんと8,817円でした。ということで1日約1100円しか稼げなかったということになりました。これはねガチで少ないと思いますよ。自分の場合は配達エリア内まで行ってる交通費がねかなりウェイトを占めてるので、これをね引けばもうちょいマシになるかなと思うんですけど、こんな感じでした。次にねこの10日間みっちりやってみて気づいたことをね6つ紹介していきたいと思います。まず1つ目は慣れるまでにね時間が必要ということです。これどういうことかっていうと、配達エリアのね、まあ、地理とかに詳しくなってくると、それこそ同時配達とか
そういうね、ものをポンポン受けれるということで、待機時間がなくなって無駄な時間が減るっていうことですね。で、まあ、この同時配達をやる点でちょっと気をつけないといけないっていうのは、1件目と2件目の配達先をね、同時に知ることができないっていうことです。これどういうことかっていうと、まず、お店から2件分の料理を自分がもらいます。そこからまず1件目の配達先を、知ります。で、1件目の配達先に2件分を持っていきます。で、1件目渡し終わったら次に2件目を渡しに行くんですけど、これがね、2件目がめちゃくちゃ遠い、もしくは1件目がめちゃくちゃ遠いっていう可能性が、あります。そうなってくると、やっぱね、2件目のお客さんは、1件目を挟んでるので、莫大なね、時間がかかっちゃうっていうことですね。なので、初心者プラス、そのね、土地勘がね、ないってなると、かなりね、焦っちゃいますっていうことです。次に2つ目は、配達エリア外に住んでる人は、Uber Eats の良さをね、発揮できないっていうことです。この理由としては、やっぱね、Uber Eats の良さとしては、好きな時に始められて、好きな時に終われるっていうのがかなりのね、良さです。このエリア外に住んでる人は、結局ね、始めようかなと思っても、通勤をしないといけない。で、さらにそのね、通勤してる時間も無駄だし、交通費もかなりのね、ウェイトを占めてきてしまいます。なので、エリア外に住んでる人は、普通にね、交通費が出て、時給で働いた方がね、効率がね、いいのかなと思いました。3つ目は、天候や人の動向に左右されるっていうことです。これは、まあ、例えばね、雨とか降ってると、やっぱ事故の面からやりづらいし、あとはね、普通に晴れてる日でも、全くならない日とかもあるので、ちょっとね、自分の意思じゃどうにもならないっていうね、こともあります。次に4つ目、新宿みたいな繁華街だと、やっぱね、郊外の住宅街への配達が多くなるっていうことですね。やっぱね、中心部に住んでる人は少ないので、その分、遠くのね、住宅街に持ってくっていうことがね、多かったです。でもその代わり、中心部から中心部へのオフィスへの配達っていうのもね、多い日があったので、まあ、どっちがいいとは言えないですけど、どっちもありましたっていうことです。で、あとはね、まあ、新宿に限っての話かな、ちょっとわかんないんですけど、まあ、ピークタイムっていうのが昼時と、まあ、夕飯時ってあるんですけど、昼のね、ピークタイムが終わったとしても、そのね、間の時間は、なんかコーヒーとか、タピオカとか、そういうね、ちょっとした飲み物をね、定期的にね、ちょくちょく運ぶことが多かったので、まあね、ピークタイム時間以外もね、なかなか稼働できるのかなと思いました。で、5つ目は、チャリだとね、やっぱ限界があるってことですね。まあこれは個人差によるんですけど、まあ、体力面だったりとか、まあ人それぞれやる気だったりとか、でも、まあ長時間漕ぐ。まあ自分の場合だったら3時間とかね、まあずーっと乗りっぱなし、漕ぎっぱなしとかだと、さすがにね、疲れました。まあ新宿の話になるんですけど、まあやっぱりね、オンラインにしとけば、定期的にね、なります。なので、自分からね、故意に休憩を取ったりとか、オフラインにして休憩を取ったりとかしないと、定期的にずっとなってるので、その間ずっとね、チャリに乗りっぱなし、漕ぎっぱなしっていう、時間が続きます。最後に6つ目。6つ目は、配達員ね、意外と年配の方が多かったなっていうイメージでした。まあこれちょっと新宿に限ってなのかもしれないんですけど、学生とか、あとはね、20代とか、あんまね、見ませんでした。やっぱ多かった年代っていうのは、30代からかなりのね、上の年代の方まで、見かけることがありました。それと、基本的にね、女性はね、もうほぼほぼいないと考えて、いいと思います。自分も、まあ、10日間やって、一人見たかな、見なかったかな、ぐらいでした。そして、ね、最後に、Uber Eats で稼ぐために必要な条件としては、やっぱり、配達エリア内に住んでる。もしくは、配達エリア内ので、チャリか、徒歩圏内の距離に住んでる。っていうことがね、必要かなと思いました。やっぱりね、自分みたいに、配達エリア外に住んでると、かなりね、効率の悪いものとなってしまうのかなと思います。
あともう一つあるんですけど、これはね、長期的に取り組んだ方がね、いいということです。これはなぜかというと、やっぱりやればやるだけそのね、土地勘に詳しくなっていく、経験値が上がってきて効率が良くなってきて、でさらに、稼げるということですね。 Uber Eats だけでね、生活してるって人もね、もちろんいるのでね、以上の条件があれば、誰でもね、やろうと思えばできます。まあでも自分が10日間ね、みっちりやってみて感じた感想としては、何もない日に軽く体を動かしてお小遣いを稼ぐ定的なね、スタンスが一番合ってるのかなと思いました。やっぱこうすることで、何もない日にちょっとしたね、目標が生まれたり、達成感もね、生まれると思いました。ということで、Uber Eats シリーズ完結ということでね、皆さんね、長らくご視聴ありがとうございました。このね、結果が誰かのね、参考になってくればね、嬉しいです。ということで、皆さん今後ともよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で、それじゃあ。